アウストロラプトルは後期白亜紀のアルゼンチンに生息していたドロマエオサウルスカに属する重脚類の恐竜の属。体育は中型であり、二足歩行の動物植生動物であった。基地のドロマエオサウルスカ恐竜の中では大型の部類であり、アウストロラプトルに匹敵するか上回る属はアキロバトル、ダコタラプトル、ユタラプトルのみである。 ホロタイプ標本の保存された骨を示す骨格ズアウストロラプトルのタイプ標本 MML-195 はアルゼンチンのネグロ川でアレンルイソーのバホデサンタローザ山地で発見され2002年に古生物学者フェルナンドのバスのチームが収集した標本は頭骨の大部分が保存された部分的な骨格からなるクリーニングなどの作業は マルセロ・パブロ・イサシとサンティアゴ・リユールが言った。2008年にはノバスラによりタイプ誌オーストラ・オラプトル・キャバジが記載命名された。俗名はラテン語のオースターとラプターを合わせて南の泥棒を意味し、首相名は標本の研究の一部が行われた研究施設の設立者、ティトケバザへの県名である。2012年、 フィリップ・ジェイ・カリーとアリアナ・ポーリナ・カレビジャールは、第2の標本、MML-220 を本種に割り当てた。第2の標本は、ホロタイプ標本よりも小型の、頭骨の備わった生態であり、主に前腕、手、足といった要素で、ホロタイプ標本を保管している。アウストロラプトルの生態復元ホロタイプ標本、MML-195 は、頭骨、化学、 少数の頸椎と同士、複数の肋骨、上腕骨、両足の様々な骨からなる断片的な骨格で、南半球で発見されたドロマイオサウルス科の中で最大である。ノバスラは全長を5メートルと推定した。後に、グレゴリー・ポールは全長6メートル、体重300キログラムとの推定値を発表した。しかし、トーマス・アル・ホルツ・ジュニアは、ライオンと、 同程度の91から2 2 7キログラムと推定した。頭骨は他のドロマエオサウルス科恐竜と比較して上下に低くかつ前後に長く、長さは8 0トルに達する。円錐形かつ巨子状構造のないアウストロラプトルの歯は、のバスラにより同じく表面のエナメル質が溝状になっているスピノサウルス科の葉と対比もされた。またアウストロラプトルは、 涙骨の効果的突起が前方に大きく湾曲している点がアダサウルスと共通する。アウストロラプトルの死骨の形態は特徴的であり、不釣り合いな大きさになっている。大方中節骨は幅が大通中節骨の2倍以上で、ドロマイオサウルス科の同程度の大きさの属種に基づいて推定される大きさの3倍近くに達する。このことから、 ホロタイプ標本が別の動物の骨が混ざったキメラ化石であると考える研究者もいるが、ドロマイオサウルス化に当てはめることに不確実性がない、ためキメラ化石と断定することはできない。アウストロラプトルの頭骨には、より小型のトロードン化恐竜との類似点も見られる。アウストロラプトルは、前肢が短く、上腕骨は、大腿骨の長さの半分以下である。 同様に前足が縮退したドロマエオサウルス科には、ティアンユラプトル、チェンユアンロング、マハーカーラがいる。体サイズに対する前肢の相対的な短さはティラノサウルスにも似るが、ティラノサウルスと、禁煙な系統ではない。速報から見た組み立て済み骨格発見されている骨は、少ないが、他のドロマエオサウルス科恐竜とアウストロラプトルを区別する解析結果を得るには十分であった。 アウストロラプトルは全肢が相対的に短いことが特筆すべき点であり、他の多くのドロマヨーサウルス科恐竜よりもプロポーションとして短くなっている。ノバスエ・トール2008によるとアウストロラプトルは以下の特徴で判断される。2012年には第4子骨が特に太いわけではないことが第2の標本から示された。第2肢骨とされていた骨は、 実際には大愛子骨だったのである。3がアウストロラプトルの復元図。他のドロマイオサウルス科恐竜も描かれている。被災者によるホロタイプ標本の系統解析では、アウストロラプトルはドロマイオサウルス科のウネンラギアカに位置づけられた。これは、頭骨と歯に観察された特徴や、標本の椎骨要素の埋まっていた層の地質学的特徴に基づいている。同研究では、 アウストロラプトルは同じくウネンラギアアカのドロマエオサウルスカ恐竜 V トレラプトルに近縁であるとされた。V トレラプトルとアウストロラプトルは k 椎の派生的特徴が共通している。以下のクラドグラムは2012年の系統解析に基づくものでアウストロラプトルと他のウネンラギアアカの系統関係を示している。 他のウネンラギア赤の属とアウストロラプトルの比較化をエトール2017ではハルシュカラプトルが記載され、ドロマエオサウルス化の系統解析も新たに発表された。2019年にはヘスペロルニトイデスが記載され、親族を内包するため多くの現鳥類のグループが調査された。同研究ではアウストロラプトルはウネンラギア赤のより基盤的な属に位置づけられた。 魚を捕らえるアウストロラプトルウネンラギアアカは他のドロマヨーサウルスカ恐竜と比較して走行と追跡の能力に長けていたと提唱されている。ローラシア大陸のドロマヨーサウルスカ恐竜は頑強な体格でかつ足が短いことから活発な捕食動物としての生態であったと推測されている一方、ウネンラギアアカは華奢な体型ゆえに長時間高速走行を維持できた可能性が高い。 ウネンラギアアカは中足骨がミクロラプトル類のように変化しており、比較的薄く長くなっている。これらの適応に基づくと、ウネンラギアアカは具体的な獲物こそ不明であるものの、小型の素早い動物を捕食していた可能性が高い。ブイトレラプトルにも同様の特徴が見られ、同様の狩りの手法をとっていたと考えられる。ブイトレラプトルのモデルからは、 彼らが獲物を追って長距離を移動して狩りを行っていたことが提唱されており、ウネラギアア赤の様々な属に長い足が共通していることの説明になりうる。ブイトレラプトルは長い前足と手が特徴であり、獲物の確保高速に前足を殺傷に後足の鍵爪を役立てていた可能性が高い。歯に肉を切り裂く虚子状構造がないことからおそらく、 クイトレラプトルは獲物を丸呑みにしていたと見られ、葉は単に獲物を確保する機能しかなかったと推測されている。より大型のアウストロラプトルにも同じモデルが提唱されているが、以下に示す例外もある。アウストロラプトルの葉は円錐型でかつ、小史上突起がなく、スピノサウルス化のものに類似する。また、 アークトメタターサルに近い構造を持つことと、ブイトレラプトルと同様に後足が長いことから、アウストロラプトルは、走行に適した能力が発達していた可能性が高い。ホロタイプ標本は、後期白亜紀のカンパニアンマーストリヒチアン外の陸生層から産出した。トーマス・アール・ホルツ・ジュニアは、アウストロラプトルの生息年代を7800万年前から6600万年。 前と推定した。アウストロラプトルが産出したアレン類層からは他にも多様な恐竜と初期の哺乳類が産出している。アウストロラプトルが発見されたことにより、ウネンラギア赤の生態学的、形態学的多様性の理解は深まることとなった。ウネンラギア赤には前肢の短い大型の属と前足の長い小型の属がいたことが示され、 カルカロドントサウルス科が衰退した後に、後期白亜紀の終わり頃に、大型のコエルロサウルス類が支配的になったことが示唆されている。本属は、ゴンドワナ大陸のドロマヨーサウルス科としては最も初期の化石証拠を提示しており、キルメサウルスなど、アベリーサウルス科に属する大型捕食動物のニッチを継いだことが指示されている。ペレグリニーサウルスの記載の際、 当該地域の内陸部にティタノサウルス類と獣脚類が沿岸部の低地にハドロサウルス科とティタノサウルス類のアエオロサウルスが生息していたと提唱された。ティタノサウルス類の多様性が高いことは幅広い植物食恐竜を支えられるだけの環境がアレン類層に存在したことを示唆する。同時期の動物賞にはティタノサウルス類のラプラタサウルスとロカサウルスや サルタサウルス、鳥類のリメナビス、ハドロサウルスかのボナパルテサウルスやラパンパサウルスがいた。アレン・ルイソーの同時代の動物ショー、アウストロラプトルは、左青色、ありがとうございます。